分もミニッチャと、あ、パパはいいですミニッチャと二段式クレーンがこの一帯にあるんだけども、はいで、ね、今回はこのシリーズをやって、あの、はい、対決で対決していきたいと思います。はい、ミミちゃん対決ですよ、いいですか近い、スイン出します。はい、ミミちゃん2、4、6、はい、じゃあ1000円ね。やりしほちゃんも1000円、うん、順番にやりましょう。はい、じゃあどっちから先にやる、はい、リミどっちから先にやる、じゃんけんだね、せーの、やったー、いい、しーちゃんからで、はい、じゃあしーちゃん1000円。私は君の時にすごい可愛いのがあったんです、うん、私これが欲しいんです。これ、ね、あ、かわいい、取られてるじゃん。おお、前何見てたの、さっき3つあったんですよ。あ、そうなんだ、ピンク色が、あららららまあいいじゃん、しょうがない、白いのやります、うん、いきます、うん、あ、早っ、あ、さっき取られちゃったなら、ピンクが欲しい、ピンク200円目どうしますか、違うのにします、違うのにしますか、店員さんにピンク変えてもらおうかな、あれやりたい、あれどれ、これこれやりたいです、やります、これ、うん、これこれ、へえ、かわいい、ピクニックさんのやつ、ね、いきます、はい、ご飯だと思います。あー、柏餅は重いんだね、切るの、うん、違ったよ、違った、これやります、あのね、ビニールにね、うん、あのね、ブルービニールに乗っかってたの、うん、あ、そっかそっか、滑っちゃったのか、こちら、こちらやります、めっちゃ軽そう、うん、後ろがぶつかってそうだね、うん、後ろがね、じゃあこっち、うん、あと15秒頑張れ、いきます、あー難しいね、どうしますか、あのさ、あの3つちゃいスライム店員さんに直して、店員さんにも直してもらう、ピンク？緑を出しながらね、そう、ピンクめっちゃ奥なんだけど、え、ピンクってこの右の奥？緑はサブだったのに、あ、あっちなのねまあしょうがない、しょうがない、ピンクだったのにパステルパープルなんだけど、いきます、これにします、どう、いい？もういけない、そこ多分取れ、じゃあ緑にします、もうちょい奥だ、いいよ、あ、あ、掴むんだけどね、もう一回、もう一回、もう一回、ママ奥見て、うん、どう、手前、どう、ほら、ど真ん中、これもっとやった、今何円、あと400円、あと400円、もう600円使った、うん、早い、違うのやろかな、うん、これ好きだもん、うん、これが欲しい、どれ、これ、これ何、なんか面白そう、あ、何これ、これ光るやつだ、エブリィでさ、テキアの、へぇー、出た、やります、これ欲しいの、これ欲しい、上がいいなの、上にします、上にするのね、これ、なんかライトみたいなのがこれこれ、エブリデイ取ってきやるらしいけど、あ、もうこっち側じゃないの、うん、これにしよう、奥いい、バランス難しそうだ、いきます、どうだ、あー、これ
取れないね。見てください。ん、あ、そう、ここにねサインがあります。みんなのねサインがあるよね。ヒカキンさんとかある。そうそう、ヒカキンさんとか。ヒカキンさんの下はひまちゃんだよね。ね。どうしよう、本当にどうしよう、ママ。ん、あ、これ絶対取れそう。勝負に出ましたね。そう、もうこれで200円になっちゃった。ちっちゃんの後ろにね、すごい取れそうなやつがある。あの、カプセル。取れそう。でもこれも取れそうだし。これ取れそうだよね。でもなんかアームに白テープがついてる。わかんない。なんか弱くなっちゃってるのかな。大きくして補助してくれる。おっと、お、どうだ、ちょっとこれはダメだ、ダメだ、ゆるゆるだ、ゆる。これやります。これ何、何これ、持ち上げたらいけそうじゃん。うん、どこがいい、この中、真ん中の手前の、手前じゃない、奥の方、奥の方もよ、あれ、うん、水色、うん、つかめんの？ダメだ。ダメじゃん、パパ。またパパ。パパがこれ取れんじゃんって言ったんだよね。あと200円？あと100円？あ、ラストだ。これがいい。あ、かわいい。失礼します。あ、でもいっか。じゃあラストです。頑張れ。次リミちゃん行きましょう。リミちゃん一応1000円対決だからね、取れるの選ぶんだよ。これ、おお、これだって、衣装ちゃんが取れなかったやつ行くのね。頑張れ頑張れ。うさぎ取れないかな、ね、ちゃんママなんて塩裏切ったの。これ、あ、こっち、こっち、くまちゃん、超特急、これが超特急のストップ。お、閉まらない。パパの声の方がすごいだよ。うおって、うおって。はい、次。お、しもちゃんがやったのが多いですね。はい、いいよ。お、牛乳の方ね。これかわいいよね、キラキラしてて。あー、惜しい。どれ、これ上、覚えてる。これもちょっと重いんだよね。あー、重いです。もう一回、持ち上がれ。あー、重いよ。やっぱり重いね、これね。こっちやったり。やった。ダメだった。あー、リミちゃん取れない。リミちゃんどうする？お、いいね。ちょっと簡単な目。でもさ、このアーム全部セロテープついてんだよ。これ取りやすそうだね、でも。取りやすそう。取りやすそう、やばい。やばい。すぎる。どうかな。すぎるね。あー。いいから、うんち。うんちいいから。うっそー、ダメなの、袋がでっかいんだ。
これアームが弱いんだね。これはこっちの方がいいかもね。アームがまだ強そう。カエル可愛いんじゃない、あのカエル。でママそんなアドバイスしないで。あ、すいません。そうそう、お姉さんなんだからそんな怒んないの。パパに奥見て奥。そうだよそうだよ、使ってたよ。シストシちょっと後ろ行っちゃったね。でもね、うん、取れそう。取れるかな、1個ぐらい取れたらいいね。これ5個ぐらいいくんだ。嘘、ガバッと。白くない、白くないこれ、うん、白くない。取れないじゃん。違うの入ってる。どうしますリミさん。お、うんち行きますか。うんちくん、なんかちっちゃいね、このうんち。かわいい、めっちゃちっちゃい、めっちゃちっちゃいよ。外でうんち持ってる子いるけど。あー早いね、やばいねこれ。どうしますかリミ、あといくら。あと300円だ。ガチャガチャみたいな。あ、ハリーポッターなんで。そうだ。こっちが自動販売機で、こっち。じゃあこっちがハリーポッター。台持ってきたよ。だって意味魔法使えるよ、ね、夏休みね、見たばっかりだもんね。リミ、リミ、ちもさ、うん、あのさ、杖作ってたの。そうなんだ、手作り。じゃあよかったね。ていうかまだ取れてないけど。あー、ラスト100円じゃない。ラスト100円。リミ、奥見てあげる。パパにちょっと力を借りよう。ショーを取ると聞かれたしね。うん、ショーちゃんもさっきパパにね、奥見て、奥見てって言ってたもんね。つえの、なんだろう、人が違うの。もうちょい奥、もうちょい、ここ、もうちょい、もうちょい、もうちょい、そこだ。ほんと？うん。いいって。いい？うん。おい、してくれ。今回は1000円対決やりましたけども、はい、じゃあしほちゃんは何個でしたか。1個。それじゃない。これ1個でした。リミ1個。それじゃない、リミちゃん0個でした。珍しいね。でもリミちゃんはさっきね、対決をする前にいっぱい取った、一発で取ったり、結構ね取ったんですよ。そこにパパが持ってるやつ、これこれ、これほとんどね、リミちゃんがね、取ったの。これ100円なんですか。そう、これしかも100円でね、取れたし、そう、運使い果たしちゃったね、きっとね。何やってんの。はい、じゃあね、はい、一応、しほちゃんの今回は勝利ということですか。ありがとうございました、一つだけど。一つだけどね。はい。じゃあね。それじゃあね、この動画がいいと思ったら、TikTok と Twitter と Instagram もよろしくお願いします。よろしくお願いします。グミ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 ペア。